ファンの皆様、本日は最終レースまでご観戦いただきまして誠にありがとうございます。ボートレース徳山、新年幕開けの一戦となりました。今日の優勝戦、見事人気に応えての優勝となりました白井英知選手、ステージ登場です。どうぞ拍手でお迎えください。見事優勝を語りました白井選手です。まずは優勝おめでとうございます。はい、これ使っていいですか。はい、はい、ありがとうございます。どうも。終わってみれば圧勝だったと思います。いかがでしたか。思ったよりスタート早かったみたいで、はい、まあ、聞いてドキッとしましたけど。あ、スタートタイミングも聞きました。はい、聞きました。コンマ01。はい、いやいや、そこまで行くつもりでした今日。いや、まあそこまで行くつもりはなかったんですけど、まあ、全くスタート決まってなかったので、はい、まあちょっと行き過ぎましたけど、ね。はい、それに加えて、まあ、センター勢が伸びしようというような感じでしたし、ある程度行かなくてはという思いもやはり、いや、それはなかったんですけど、まあ、自分のタイミングで行けば、まあ、20から30ぐらいになるので、はい、まあ、その辺は正直ちょっと思い切っていきました。はい、その優勝戦ですけれども、1マークはもう完全に外シャットアウトという感じで。そうですね、まあ、鼻切ってたので、はい、まあ、余裕持って回りました。はい、スタート丸がついた時はもう一安心という、そこまで際どいのは言ってるつもりは、いや、そこまで際どいの言ってるつもりがなかったので、はい、まあ、時計、大時計を確認してないじゃないですか。はい、はいはい、自分の中では余裕のスタートだったと。まあ感が悪いです。はい、まあちょっと助かったという感じですかね。まあ入ってるとは思ったんですけど、はい、はい、まあ、7日間のシリーズ、年をまたいでした、まだいででしたけれども、振り返って今シリーズいかがでしたか。まあ、昨年が悪かった分、まあ、結果出していこうと思ったので、まあ、優勝できてほっとしてます。はい、まあ、しっかり結果を出してということですけれども、正月レース、ここ2年、まあ、下関で優勝、そして今年徳山で優勝と3連続正月レース優勝ということで、正月レース相性いいですね。正月強いです。ただこれだけではダメだと思います。そうですね、まあ、昨年、4ヶ月走ってませんので、はい、今年は、まあ、今01で助かってますけど、はい、まあ、フライン切らないように集中していきたいと思います。はい、この後は、まあ、今月下旬にはもちろん徳山の G1 もありますけれども、とにかく明日見ますと G1 の連続という感じですけれども、 G1 で結果を出して SG へというのはやはりファンの皆様も期待していると思います。そうですね、まあ、昨年は全く、結果出せてませんので、はい、今年は、そうですね、まあ、昨年の分まで頑張りたいです。はい、まあ、SG ということですと、昨年は、まあ、原田選手がダービーで優勝と、後輩もどんどん押し上げが来てます。いかがですか。はい、すごく、育ってるなと思いますし、はい、山口部ももっともっと強くなると思います。そのあたりはやはり後輩の刺激も受けてという感じで。当然、先輩の今村さんの刺激も受けながら、はい、まあ、後輩の刺激も受けながら頑張っていきたいなと思います。はい、という意味ではさらに今年はもう SG 一つと言わず2つ3つファンの皆さん期待していると思います。そうですね、まあ、あまり大きいこと言ってもしょうがないので、もうとにかく水の上で結果出していきたいと思います。はい、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、今年1年いい年にします。また応援してください。ありがとうございました。見事正月レース優勝となりました白井英治選手にお話を伺いました。それではこれより表彰を行います。ただいまから KR は山口放送杯争奪戦の優勝選手表彰を行います。優勝しました白井英治選手に賞状と優勝トロフィー、そして KRY のマスコットキャラクターが KRY 山口放送株式会社編成業務局局長久保和成様より授与されます。お願いいたします。続いて優勝トロフィーが贈られます。そして最後に白井選手には副賞としまして、こちらのおなじみ KRY のマスコットキャラクターマウトミュウが贈られます。以上をもちまして表彰を終了とさせていただきます。久保様ありがとうございました。
では最後に白石選手、写真撮影を行いたいと思いますので、どうぞステージ前の方にお立ちいただければと思います。そしてどうぞご希望のファンの皆様、ステージ近くにお集まりいただきたいと思います。お正月開催、今年は年またぎ7日間の長丁場の開催となりました。 KR は山口放送杯争奪戦、白井英二選手コンマ01のスタートでの優勝となりました。白井選手、昨年までここ2年は下関のお正月開催走りましたけれども、その2年いずれも優勝、そして今年は徳山のお正月開催優勝ということで、3年連続の年明け優勝のスタートということになりました。白井選手、この後は天ヶ崎の G1、 そして下旬にはこの徳山の水面再び戻ってきます。 G1 の徳山クラウン争奪戦、さらには来月以降も G1 戦続きます。畜戦をはじめ、この後は G1 ラッシュ、ぜひ G1 戦線の活躍も期待していただきたいと思います。お正月開催、白井英二選手の優勝となりました。写真撮影終了次第、表彰の方は終了とさせていただきたいと思います。今年のお正月開催は白井英二選手の優勝となりました。ファンの皆様、ご声援誠にありがとうございました。それでは以上をもちまして、優勝選手の表彰を終了したいと思います。最後にプレゼントですね。はい、白井選手、最後になりますが、ちょっと早いですけれども、今月の中旬からオールスターのファン投票が始まります。地元山口支部の若手選手も含めてファン投票へのメッセージをお願いします。はい、山口支部盛り上げる団にも、山口県民の皆様、どうか山口支部に、清き一票よろしくお願いします。見事優勝を飾りました白井選手でした。それでは白井選手、これより退場となります。ぜひ拍手でお送りいただきたいと思います。今年のお正月開催、最後に白井選手からのプレゼントもございました。白井英二選手でした。優勝おめでとうございます。それでは拍手でお送りいただきたいと思います。今年のお正月開催、 KR は山口放送杯争奪戦、白井英二選手の優勝で幕を閉じました。ファンの皆様、ご声援誠にありがとうございました。